ますアピットオートバックス東雲さんに来てます。いや広いです。広いですね。結構ここ来るんですよ。あ、そうなんですか。ただなんか11月、昨年の11月に結構リニューアルされたみたいで、ガラッと雰囲気が変わって綺麗になってますね。これは楽しいんじゃないですか。そうなんですよ、はい、今日いろんなグッズ出てきます、はい、今日はですね最新のカーグッズを紹介してくださるカーグッズの匠、そんな方いるんですか。匠に来ていただいてます。本当ですか。はい、アピットオートバックスの渡辺富春さんに来ていただきます、はい、よろしくお願いします。渡辺と申します。よろしくお願いします。カーグッズの匠。匠でございます。ぜひぜひよろしくお願いします。爽やかな、まあ、いろんな商品ありますので、はいはい、ぜひ皆さん、もっと手軽に洗車したいと思ったことありませんか。そんな悩みを最新カーグッズで解決。あ、これは簡単ですね。今回はカーライフが楽しく便利になる画期的なアイテムが続々登場。これは便利です、はい、中尾ががっちりお買い上げ。すごいすごい。買います。やってきたのはスーパー GT に ART8 として参戦するオートバックスのフラッグシップ店、アピットオートバックス東雲。店内はキッズスペースやカフェ、さらにはブックコーナーやドライビングシミュレーターまで併設され、車と共に過ごす居心地の良い空間になっています。おおおおおおお、ベストバイ、いざという時に助けてくれる必需品。渡辺さん、まず最初はどんな商品なんでしょう。そうですね、まずは連日ニュースでよく話題になっている煽り運転の対策のところからいきましょう。煽り運転対策。身近に潜む危険、最近社会問題化しているのは煽り運転。そこで注目されているのがドライブレコーダー。録画した走行中の映像が証拠になるため、煽り運転への抑止効果があると注目されています。今回は画期的な機能を搭載した最新機種をご紹介。去年ですね、はい、最も売れた前後って呼ばれる前と後ろにカメラがついているものの一番売れたモデル、はい、それの後継機となる、はい、コムテックの ZDR026 っていうものをお勧めさせていただきます。こちらですね。これが最新。そうですね、これが最新の、昨年一番売れたさらに新しいもの。 それのさらに新しくなった感じです。後続車の映像も録画できるリアカメラ付きのアイテムが今のトレンド。さらに最新機種には録画するだけではない新たな煽り運転対策があるんです。それは煽り運転ですけど、後ろから来たらどうやってして、そのなんか分かるんですか、このカメラ自体が後ろから来たよっていう。そうですね、ここにですねある後続車接近お知らせっていうものがありまして、はい、後続車が近づいてくると、はい、それをピピッと教えてくれるドライバーに。そうなんです。今煽られてってますよっていうのは。そうです。もうそんな世の中嫌ですね、いやでも私多分煽られてることに絶対気づかないと思うんで。気づけ教えてくれるのありがたいですよね。そう、煽ってくる後続車が接近するとドラレコのモニターにメッセージが表示されます。よって早めに車線を変更するなどトラブルを避けられる可能性が高くなるんです。価格は36,800円。買いますか。果たして中尾は この商品を買うのか買わないのか。買いませんせんせん。ちょっと一発目ね、はい、今もう前だけついちゃってて、あ、なるほど、なかなかそれにも結構なお金をやっぱり使ってるから、うん、それ外してさらにね36,000円ってなると今ついてなかったら僕買ってます。ここでもう一台おすすめのドラレコをご紹介。それはスーパー GT の車載カメラを開発する JVC ケンウッドの最新機種。
トレンドの2カメラ同時録画モデルで、なんとそのレンズは業界トップクラスの明るさを誇っています。ベストバイ、手洗い洗車に革命、超便利グッズ。なんとプロ顔負けの洗車が手軽にできる夢のようなアイテムが登場します。もうちょっと洗車をこう気軽にできないかなって思うことってありませんか？ありますよ。僕は割とその自分でするときは、はい、まあ、まず洗車場に行くんですよ、うん、はいはい、そっからはもうで、ね、お金入れてからはもう時間との勝負です。もうなんか5分で洗い上げなきゃいけないとかがあるので、うん、洗車場ではゆっくり洗車できないと思っている方におすすめするのは、自宅を洗車場に変えるアイテム。今回ご案内させていただく商品は、そのホースとかをつながずになんと洗車ができる。つながずに？そうです、つながずに簡単に。水は？お手軽に、それできれいになるんですか？お手軽にできるものがあるんですよ。それは魅力的ですね、はい、こちらです。お、早速、はい、フォームジェットって呼ばれるものなんですけど、はい、この中にこう洗剤を入れて、まあ、こう圧縮かけるとですね、はい、あのスプレー状の泡が出るようになってるんです、はいはい、なんとこちら洗剤をきめ細やかな泡にして簡単に吹きつけられるという優れもの。ここで洗車経験のない渋谷飛鳥からこんな疑問が。霧吹きでいいかもしれないですもんね。確かにね、正直霧吹きぐらいだったら100円ショップで霧吹きでいいですってなっちゃうんですけど、はい、そうですね、まあ、1回使っていただければジェットって書いてあるからね、ぜひ見ていただければと思いますので。本当ですか？はい、では使い勝手を検証。タンクには洗剤を入れ空気を圧縮すれば準備完了。果たしてその威力は。そうですね、車にちょうどいい具合に汚い車がいっぱいありますね。これ行きます。じゃあ押します。あ、うわうわ、ちょっとイメージしてたのと違いましたね。ちょっと千葉パナナナっていう。あ、なるほどなるほど。そうなんです。こうやってやることで、はいはい、簡単に広範囲に、そうですね、しっかり泡を出せるんです、はいはいはい、あ、すごい。そうかそうか、それで拭き取ればきれいになるってことですね。そうですね、しっかり洗っていただければかな、はいはいはい、最初にやっぱりこういうふうにまんべんなく吹きつけるっていうのが、そうですね、一番大変な作業ですね。そうなんです。で、非常に重要なので。あ、これは簡単ですね。ちょっと霧吹きとはだいぶ違うでしょ。これ霧吹きにはできない芸当ですよね。これはすごいのはここから。中身を水に入れ替え、ノズルを交換すれば、なんと高圧洗浄機に早変わり。おお、これはいい。 すごい。これで頑固な汚れも一網打尽。いや、これ確かに便利だな。気になる価格は2699円です。中尾さん、はい、こちら買いますか？ぜひ買いまありがとうございます。場所取らないじゃないですか。ちっちゃいですもんね。車にね、積んどく、はい、とりあえず積んどいて、あれあれ、ここ汚れちゃったなって時にババッてやる。そうですね。洗車以外にも様々な用途に使える便利グッズです。続いて中尾が目を留めたのはおしゃれな小物。なんかいいですね、こういうのは。なんか1個車の、そうですね、車のトランクに入れておくと、置いとくと。これはちなみに何ですか？はい、これですね、はい、実は、はい、ティッシュなんです。あ、ティッシュ、はい、ちなみに見ていいですか？はい、おティッシュですね。ティッシュなんです、はいはい。じゃあなんでこんな形してるか分かりますか、渋谷さん？こっち空気形式でいきましょう。いやー、難しいです。なんでこの、やっぱりあのインスタ映え的な。あ、まあまあ、まあ、それもありますね。おしゃれっていう、もう白もありますし、青もあるんで、はい、インスタ映えもあるかもしれないです。思いっきりボトルって書いてありますからね、これね。え、どこ？ここにボトルって書いてあるから。ボトルティッシュ。
そう、こちらはドリンクホルダーにすっぽり収まるティッシュケース。確かに便利かも。一人で結構車乗ることも多いんですけど、ホルダーって大体ね、助手席分もあるじゃないですか、はい、そしたら別にドリンクは一つね、その間何にも入れてないんで199円。買います。じゃあ安くらい入れてきます。ベストバイ、最新カーグッズで中尾の悩みを解決。まあ、子供と車に乗ってる時も多いんですけど、はい、そういう時にその、まあ、トイレ、突然やっぱり子供は言い出すので、それ行ける環境であればいいんですけど、もう渋滞中、これは困るんですけど、そうですね、辛いですね。そういった時のなんか商品、はい、ありますか。はい、中尾さん、心配いりございません。ありますよ。渋滞中、お手洗いに行きたくなった時に役立つのが携帯トイレ。しかしこちら、単なる携帯トイレではないんです。ウイルスとかそういうもの、あとは匂い、はい、そういうものも防げるような。すごい。ウイルス防げるんですか。そうですね、しっかりと蓋を閉めていただくとですね、あの菌も出てこないので。なんとこの吸水シートには院内感染を防ぐためにフランスの内科医が開発した技術が用いられているんです。しかも吸水力も抜群ということで、500ミリを吸ったらすごいですよ。500はすごいですよ、なかなか。そんな用意したのは500ミリリットルの水。本当に全部吸水するのか。さあ、今全部入りました、はい、さあここからどれだけ吸水するか。するとおよそ1分でこの通り。おお、すごい。垂れないんです。まし、え、あ、垂れないんです。一切こぼれない。すごい、はい。エチケット袋も備えられた親切なパッケージ。価格は2枚入りで299円。防災グッズとしても役立つアイテムということで、買います。はい、私も欲しいぐらいです。これは便利です、はい。店内にはこんな場所も。ここキッズスペースになってまして。キッズスペースに、はい、ボーネルンドさんが一緒にオートバックスに入ってます。うわ、絵本とおもちゃとなんかいっぱいある、はい、ゆっくりお父さんも見れないんですよ。まあそりゃそうですよね。こういうスペースがあるとちょっとここで遊んでてでお父さんじっくり見る、堂々と、で子供も楽しいっていう、はい、そうですね、はい、どちらもいい。みんなベストバイ、これで汚れ知らず一石二鳥アイテム。濡れた傘をそのまま置くと車内がびしょびしょに。そんな時に役立つのがこちら。そちらですね、これです。こちらの商品です。これが、本当だ、はい、ちゃんと傘が入ってますね。そうです。キックガード付き傘ケース呼ばれるもの。こちらはヘッドレストにかけて使う傘入れ。このように濡れた傘を入れればフロアもシートも濡れません。収納できる傘はなんと最大5本。家族全員分の傘がこれ一つで収納できちゃうんです。しかもこれ一石二鳥の優れもの。それはお子さん後ろに乗せるとシート蹴っ飛ばしたりすることがあるんですね。そうですね、ありますね。そう、蹴ってるつもりはないんでしょうけど、やっぱり乗り降りの時とかにどうしても当たってしまって、そうですね、もうめちゃくちゃ僕のも汚れてます、はい。同じ悩みを持っている方も多いのでは。そんな時役立つのがこのアイテム。キックガードの機能にもなっているので、はい、車のシートが汚れずに済むというのも。気になる価格は2799円。こちらもお買い上げとなりました。傘ももちろんなんですけど、はい、やっぱそのキックガード、はいはい、っていうのに本当に惹かれるというか、はい。
ベストバイ、驚きの最新カーナビ。これまた一つ上の階に上がってきましたけど、だいぶね、なんかそうですね、雰囲気も全然、雰囲気もガラッと変わって、ね、ちょっとこうレースに出るような人、そうですね、車の好きな方の、そうですね、アイテムが非常に多いコーナーですけど、カーナビ、はい、カーナビって言われても最近そのやっぱりね、あのスマホのアプリとかが非常に優秀になってきてるので、まあ、確かにカーナビをスマホアプリで代用している方は多いはず。そんな方にぜひおすすめしたい最新ナビがあるんです。そのナビがですね、はい、こちらです。アルパインのこれです。こちらの商品です。じゃあ中尾さん、はい、ここで突然ですがクイズです。まさかまさか巧みにクイズ出されるとは思ってなかった、はい、どうしよう、はい、こちらのカーナビですね、はい、ある点が優れてるんですが、それはどこでしょう。ざっくりしたクイズ出しますね。ある点が優れてる。え、ちょっと待ってよ、それなんかヒントはありません。ある点、まあ、見た目のもうポンと目に入ってきた時の感想でもいいかもしれないです。いや非常に大きいから、はい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 、まあ、例えばそのいや分かんないけど、え、ちょっと待って、大きい、正解です、正解です。え、大きさです。これナビ見ていただくと、はい、大きさ、ちょっと待って、渡辺さん、それクイズにする必要ありました。ありました、ありました。なんと画面の大きさは11インチ。一般的なナビと比べるとこの違い。小さい携帯画面と比べ圧倒的に見やすいのが特徴。もう大きさっていうのが聞きたかった。こんなに大きいナビは見たことない。もう ね、iPad ぐらいありますよ。大きいですよ、これは。価格はなんと21万円と高額だが、中尾、買うのか買わないのか。買いまー、ありがとうございます。いや待って、俺もあ待ってさ、あるもん。でも大きいですよ。いや、だ俺の車に関してはちょっと今大きいのよ割と。あ、そうなんですね。割とここまでは大きくないですけど、はい、ここでもう一つおすすめのカーナビをご紹介。ケンウッドの最速ナビ。映像を鮮やかに映し出すモニターと最高音質のハイレゾ音源に対応しているのが特徴。音楽好きの方に特におすすめ。ここでもう一問、最新カーグッズクイズ。中尾さん、はい、こちらの棒、どのように使うか分かりますか。なんで今日ちょいちょいクイズなの。ぜひもう触っていただいて。いいですか、はい、健康器具とかにも見えますよね。まあ、確かにありますね。なんかあのありますよね、こういうやつとか。皆さんも一緒にお考えください。速報 GT プラスニュース。かつてサーキットを席巻したマクラーレンが帰ってきた。この番組はご覧のスポンサーの提供。 GT プラスニュース。かつてサーキットを席巻したマクラーレンがスーパー GT300 クラスに帰ってきた。マシンはマクラーレン 720S GT3。 今季の台風の目になりそうだ。こちらのカーグッズ、何に使うものでしょうか。健康器具とかにも見えますよね。まあ、確かにありますね。なんかあのありますよね、こういうやつとか、ね、こういうやつとかにも見えるし、まあ荷室が広いというか、車でどっかに引っ掛けて、はいはい、ラックじゃないけど、あ、洋服をかけとけるようなものになるのかななんて、突っ張り棒みたいな、うん、思ったんですけど。正解です。お、正解やった。本当？正解です。答えはインテリアバー。このように伸縮し手すりにかけて使います。ハンガーなどをかけることができ、オートキャンプなどにも最適。価格は999円。はい、中尾さん、はい、こちらの商品買いますか。買います。いいえ、お買い上げありがとうございます。俺さっき安いものばっかり買ってない。そんなことないです。
長時間のドライブで疲れてしまうというあなたに朗報。夢のようなアイテムをこの後ご紹介。すごい、あ、これ全然違いますね。あ、全然お尻が違います。さらに GT300D ステーションが新体制を発表。注目のニューマシンが明らかとなった。GT プラスニュース。GT300D ステーションはポルシェ911からアストンマーチンの新型バンテージ GT3 に変更。その走りに注目が集まる。ベストバイ、長旅のお供に最適なあれ。長時間ドライブしていると腰が疲れたりすることありませんか？そんな時役立つアイテムがあるんです。こちらです。 X ジェルのハグドライブ。はいはいはい。こちらですね、なんと医療現場でも使われているような、はい、そういう素材を、特殊な素材を使ってるんですね。はいはいはい。なので、横側のホールド性というのがしっかりしてて、はい、疲れにくいんです。おお、腰を支えるドライブサポート、はい、実はこのクッションに使われているのはモータースポーツでも採用される衝撃吸収に優れた素材。それがお尻と骨盤をサポートすることで疲れにくくなるんです。まずこっちの、まあ何もついていない普通のシート、はい、まあまあ普通ですね。よく座る感じですけど、はい、がこれをつけることによって、 そんな変わるかな。ぜひ座ってみてください。本当ですか？ぜひ。長時間ドライブしたらあれだけど、これ一回座って変わんの？あ、これ全然違いますね。あ、全然お尻が違います。へー。お尻がそのちゃんと包み込んでくれてるから、運転してても多分微妙に動いちゃうんですよね。運転してるとどうしてもこう車って揺れるもんだから、それがしっかりと固定されるんで自然といい姿勢になります。そうですね、あのやっぱり運転してる時に、はい、無意識にやっぱりこう横に体が寄っちゃったりすると、うん、体に負担がかかってそこから腰が痛くなったりするので、うん、これで適正な位置に固定しておくことで疲れが、そうです、これはいいです、はい、こちらお尻用と腰用どちらも1万円超えと少々お高め。果たして中尾は買うのか買わないのか。買いまーせん。じゃあこれはさ、じゃあ30歳で何をお前腰が痛いって言ってんだっつって言われそうだな。だけどそれつけたら絶対いいんだろうなと思います。一個上ですけど、つけてますよ。お買い上げは計5点で7555円。皆さんもカーグッズショップに足を運んでみては。あ、ちょっとすいません、それ富和ちょっと息子に、ね、富和ちの息子に。スーパー GT 連覇へ動き出したホンダ、栄光の歴史に迫る。